じゃあ、野々さん、時間になったんで、撮影お願いします。はい。今日はね、後ほど皆さんに、東京都児童相談センターが、開示請求で発行する、不気味で真っ黒の書類をお見せします。はい。東京都児童相談センターというのは、いわゆる児相ですね。新宿にある児童相談所ですよね。うん。現在、東京都児童相談センターは、新宿警察署刑事課強行犯第3係に捜査されています。約2年前に、うちの上の子、娘が夜中に帰ってこない日が1日だけあって、新宿警察署生活安全課に保護されて、3ヶ月間だけ若松町12番地にある保護所で生活した経験があります。で、新宿警察署刑事課強行犯第3係からは、主に3つの県で東京都児童相談センターを捜査していると言われてます。金銭トラブル、性的トラブル、医療トラブルです。警察官はよくトラブルという言い方をするけど、どう考えても俺は犯罪だと思ってます。僕も犯罪だと思ってますし、こちらサイドはみんな犯罪だと思ってます。犯罪と思われる大量の書類や録音・録画の証拠を最も多く新宿警察署に持ち込んだのが去年10月だけど、その後の11月、12月も警察官から追加で証拠を求められて、いくつかの証拠を署に持って行ってます。でね、去年10月はね、印象に残る出来事があって、なぜか俺と俺の娘が警察官に逆に警告されちゃったんだよね。あれって謎ですよね。うん。警告された場にいたのは俺だけなんだけど、娘さんもどうのこうの散々言われて、警告を伝えるように言われましたね。意味不明ですよね。うん。あの警察官は、野々さんの娘さんがちょっとやんちゃだから、怖くて直接警告できなかったんでしょうね。どうなんですかね。俺より怖いと判定されても困るけどね。うん、あの警察官はね、具体的な説明がなく警告してきたんだけど、名誉毀損、誹謗中傷、偽計業務妨害と言われて、児童相談所に関する動画をやめるようにとか、過去の児童相談所に関する動画を消すようにと言ってきたんだよね。せっかく僕が撮影して編集もしたのに、残念ですよね。動画を消すことだけは強く抵抗したけど、逮捕するかもしれないとか、逮捕する可能性があるとまで言われて、家族が超ビビっちゃって、やむを得ず全ての動画を消しました。最悪でしたね。時間返してほしいですね。ね。それと、東京都児童相談センターに、電話することと行くことまで禁止されちゃって、最低限必要な手続きができなくて、超困ってます。あの警察官の言ってることは、ちょっとおかしいですよね。うん。手続き禁止ですよ。児相側から呼ばれていくことばっかりでしたもんね。そうなんだよ。理不尽だよね。うん。電話だって、児相側から来ることの方が多かったですもんね。うん。というかね、俺側から電話をかけるのが禁止された2、3日後に児相側から確実に電話がかかってきてます。だから、新宿警察署刑事課強行犯第3係に去年10月の後半だったかな。それを言ったら、トラブルになるから、児相からの電話に出ないでくださいって言われたんだよね。あいつの言ってることはめちゃくちゃですよね。うん。ただ、児相を捜査している担当でもあるらしいけどね。あ、そうですか。うん。担当の中の一人だね。なるほど。でね、俺が新宿警察署刑事課強行犯第3係に言われたことの一つが、ざっくり言うけど、東京都児童相談センターに開示請求をして渡された真っ黒の書類を SNS や YouTube で公開するのは、名誉毀損という内容です。はあ、我々、その不気味な書類を YouTube で公開したじゃないですか。この不気味な真っ黒の書類を YouTube に公開すると、児相に対する名誉毀損だと警察官は言ってるんですね。まあ、3、4回言われてる録音記録がありますからね。あ、警察官は電話でもっとノムさんに言ってますよ。ですかね。うん。児相を捜査したいんだか、俺を警告したいんだか、よくわかんないよね。そこですね。ただね、自分が所有する書類を YouTube で公開しても、東京都児童相談センターに対する名誉毀損になるわけなさそうなんで、改めて今回の動画で公開します。新宿警察署刑事課強行犯第3係が YouTube で公開したら名誉毀損と断言した東京都児童相談センターに開示請求で渡された真っ黒の書類はこちらです。いつ見ても不気味ですね。何回見ても不気味ですね。うん。こんな真っ黒の書類を作成したり、人に手渡しする業務が存在することにびっくりですね。はい。この真っ黒の書類を東京都民に渡してるのは、東京都児童相談センター相談援助課支援担当の課長代理なんだけど、自分の仕事が嫌にならないのかね。山口美希さんですよね。名前出さないでよ、ちょっと。すいません。警察に呼び出されるの俺だから。あ、そうか。うん。まあ、本名、フルネームを出しても、誹謗中傷をしなければ大丈夫らしいけどね。そうですよね。うん。でもさ、東京都児童相談センターの職員たちはさ、紙とインクを無駄遣いしている認識が絶対にあるよね。ないわけがないですね。うん。資源の無駄遣いも大概にしてほしいですね。ですよね。真っ黒の紙を人に渡す仕事をして、家族に反対されないのかな？山口美希さんですよね。名前は出さないで。俺さ、もし妻がだよ、仕事でこんな真っ黒の紙を人に渡してたら反対するよ。人に気持ち悪いことをするのはやめてくれって言うよ。ノムさん、僕の妻が同じことをやってても反対しますよ。ですよね。わざわざインクで塗りつぶさないで、白紙で渡した方が嫌がらせ感なくなるしね。そうですね。まあ、確かにその、ほぼ、子供にはなっていますが、はい。ほぼっていうか、全部。で、ほぼじゃなくて全部。10枚あると思うんですけれど。はい。これはもらってどうするんですか？まあ、でもさ、上司に汚れ仕事をいやいややらされてるのかもね。あとさ、怖いもの見たさになるけど、この真っ黒の紙をパソコンで作成している職員の姿を見てみたくない？見てみたい。相当不気味だよね。不気味でしょうね。暗い部屋でやってたらどうしよう。東京都児童相談センターで、俺に関わった職員を警察官に聞かれて、確か7人か8人の職員の名前をお伝えしてるんだけど、この人だけよくわからないんだよね。中村康介さんですかね。うん。この中村康介さんというのが、うちの家庭にどう関わってきたのか、よくわからなくて、東京都児童相談センターに問い合わせても、お答えできませんって言われちゃうんだよね。書類に名前が載ってるのに？うん。名前だけで、あとは真っ黒みたいな感じじゃん。名前以外は真っ黒で謎に包まれてるわけだよ。メンヘラですね。うん。不気味だよね。うん、何の担当かとか、うちの家庭にどう関わっている人か聞いてお答えできませんって言われたんだけど、本当に公務員かどうか聞いても、お答えできませんの一点張りなんですよ。ただ、カッコシンって記されてるじゃないですか。はい。わかります？だから、心理師だと思うんだよ。なるほど。でも、野茂さんが電話で、心理師さんですかって聞いても、お答えできませんって言われてますよね。そうなんだよ。カッコシンが心理師じゃなかったら、何なんだよっていう、心臓発作かな。でも、中村康介、かっこ心臓発作って普通記さなくね？記さないですね。まあ、何の略なんでしょうね、この心というのは。問い合わせて教えてくれればいいんだけどね。教えてくれないですもんね。まあ、聞いても答えてくれないけど、東京都児童相談センターの職員であり、公務員なのは間違いないと思うんだけどね。他の職員と違って何者で何を担当しているのかわからなくて怖いけど仕方ないね。今日は以上です。それではチャンネル登録よろしくお願いします。グッドボタンもよろしくお願いします。